皆さん、こんにちは。さわりありさです。今回はコンビニでお買い物をしましょう。コンビニでは食べ物や飲み物、日用品などの商品や宅配便の発送、受領など様々なサービスを取り扱っています。混雑しているコンビニでは店員さんとあまり会話をしない場合もあります。丁寧に会話をした場合で説明しますね。お次の方、どうぞ。ポイントカードはお持ちですか？こちら、温めますか？レジ袋、ご利用ですか？お箸はお使いになりますか？お会計は445円になります。450円お預かりしましたので、5円のお返しです。ありがとうございました。いいえと答えた場合の会話例です。お次の方、どうぞと言われたら、商品を置くだけで何も言わなくて大丈夫です。店員さんにポイントカードはお持ちですか？と聞かれたら、ありません。持っていないです。ないです。のように答えます。お弁当のような電子レンジで温められる商品を持っている場合、こちら、温めますか？と聞かれることがあります。いいえ、大丈夫です。あ、大丈夫です。などのように答えます。レジ袋ご利用ですか？レジ袋いりますか？などと質問されたら、いいえ、いらないです。とか、結構です。などと答えます。お箸、スプーン、フォーク、ストローはお使いになりますか？と聞かれて、いいえ、いらないです。大丈夫です。などのように答えます。手巻き寿司155円、ラーメン138円、コーヒー149円、ビニール袋、袋3円、袋代3円が入りまして、合計445円になります。450円支払った場合、450円お預かりしましたので、5円のお返しです。ありがとうございました。と言います。何も言わないでも大丈夫です。どうもありがとうって言った丁寧ですね。基本的ないいえの言い方は、いいえ、いらないです。結構です。大丈夫です。はいの言い方は、はい。お願いします。などになります。今日のおさらいです。お次の方、どうぞ。ポイントカードはお持ちですか？こちら、温めますか？レジ袋、ご利用ですか？お箸はお使いになりますか？お会計は445円になります。450円お預かりしましたので、5円のお返しです。ありがとうございました。今回は、いいえのケースで見てきました。はいの場合は、状況により応答が変わります。なので、授業で説明しますね。授業のお知らせ。授業では、より詳しい説明をしますよ。次の月曜日の12時半から行います。無料ですので、よかったら遊びに来てくださいね。ここまで見てくださってどうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。